皆さんこんにちは、黒田真由香です。今回はですね、タイトルにもある通り顔を一回り小さく見せる術ということで、フェイスラインのね、引き締め効果のあるスキンケアを使ったり、小顔見せのヘアアレンジをして、いつもの自分よりも小顔に見える術というのを紹介していきたいと思います。フェイスラインの引き締め効果があるスキンケアに関しては、継続使用してさらに効果を高めてみたので、まずはその様子からご覧ください。今回使用しているスキンケアがプラスエアイズというもので、皆さん聞いたことあるかなと思うんですけど、これ炭酸オールインワン美容液になってて、化粧水、美容液、乳液がこれ1本で済んじゃいます。楽ちんですよね。でなので私は朝夜のスキンケアをこれにして、小顔マッサージやリンパマッサージを組み合わせて使用してみました。はい、ということでですね、今日がプラスエアイズを使用して4日目なんですが、今日も小顔に見せるべくスキンケアプラスエアイズを使ってやっていきたいと思います。はい、こちらがプラスエアイズなんですけど、パッケージというか見た目もめっちゃおしゃれで可愛いですね。大人っぽい。でこちらはですね、先ほどもご紹介した通りオールインワンタイプなんですよ。なので朝とかはね、特にこれ1本で時短でスキンケアを済ませながら小顔ケアなどもできるっていうのが便利でいいですよね。そしてさっきから小顔小顔って、なんで私が今回小顔というワードでこのプラスエアイズを選んだかというと、これね、温感の炭酸オールインワンなので、こうね、スキンケアしながらフェイスラインをマッサージしたりすることで顔がね、こうシュッと見えたりする効果があるからなんです。私とかね、特に朝は本当に顔がむくみやすいんですけど、しっかりね、そういうスキンケアを使ってケアしてあげるだけで、こう顎のラインとかがシュッとするだけで、本当にね、フェイスラインの見え方とかが大きく変わってくると思います。それではね、早速実際に今からプラスエアイズを使ってスキンケアしつつ小顔マッサージをしていきたいと思います。はい、まずステップ1、こうよく振ります、容器を。でこの容器を直立にしたまま、だいたいね、直径 2.5 センチほど泡を出していきます。聞こえました？音見えるかな？かなり濃密です。クリームみたいです。もう泡立てたての生クリームみたいな感じの質感がします。めっちゃ気持ちいい。こちらを泡を潰さないように頬の中心にムースを置いていきます。なるべくここで泡を潰さないように、そーっとそーっと乗せていきます。この状態のまま1分間放置します。今ね、ちょうど時間を置いて20秒ぐらいなんですけど、じわじわとね、このぐらいの段階であったかい感じがしてくるんですよ。特にね、こう多めに乗せた頬の部分とかはじんわりとあったかいです。これはね、なんか私だけの感覚だったら申し訳ないんですけど、なんかこうあったかいのと同時に毛穴がね、すごいキュッキュッキュッってね、閉まっていってるような感覚がします。ちょっと不思議な感じでですね、この1分間待っている間に説明をしておくと、このプラスエアイズの成分には厳選された希少成分の大分阿蘇野の天然成分、そして愛媛県の幻の二段発酵茶、石槌黒茶の成分が入っているんです。なのでこの希少成分っていうのは、もう名前の通り希少なので、なかなか手に入らないということなんですけど、商品の製造できる数っていうのに限りがあって、結構ね、こう話題になってなかなか手に入らなかったりすることも多いみたいなんです。なんですけど、プラスエアイズの LINE アットに登録すると、次回の販売日をアナウンスしてくれたり、500円オフクーポンとかももらえるみたいで、まあ発売日も教えてもらえて、クーポンももらえるってことで、一石二鳥ですよね。この辺はちょっともうね、1分経っちゃうので、最後ら辺にも詳しくお知らせします。はい、では1分経ったので優しくなじませていきます。ちょっとね、緩くなった生クリームみたいな感じになってます、1分経った後は。なんですけど、全然ね、ベタベタする感じはないんですよ。だから朝のスキンケア、そのメイク前のスキンケアとかも全然次のメイクに響かないのがいいですよね。優しく優しくなじませていきます。ちょっとね、わかりますか？肌のトーンもね、これアップしてくれるんですよ。で、トーンがね、アップするので、透明感のある肌に見せてくれるのもすごいね、ありがたいです。うん、
結構いい感じにトーンアップしてますね。でかなりね肌ももっちもちです。めっちゃ気持ちいい。まあ、なんか一番最初使った時はこうムースをね顔に塗るっていう結構新しい感覚だったんですけど、ちゃんと時間を置いてからなじませることで結構ね乳液とかそんな感じに近いテクスチャーになってるので、すごくねしっかりと保湿されます。ではちょっとプラスエアイズを使い始める前の写真と比較してみたいと思います。どうぞ。こんな感じなんですけど、どうですか？結構ね目の開きとか、私はやっぱりこのフェイスラインっていうのがすごいね大きく変わったかなと思います。でなんか私的に顔がむくんでる日って鼻とかもすごい大きく見える気がしてて、いませんか？鼻が大きく見えるって方。鼻の大きさも顔の状態によって私変わるんですよ。なのでしっかりこのプラスエアイズを使って温感のムースでマッサージするようになってから、このフェイスラインがすっきりしたのはもちろん、ここ鼻とかもねちょっとシュッとして見えるようになったかなっていう風にすごい個人的になんですけど思います。はい、でだいたいなじませ終わったので小顔マッサージをしていきます。私はいつもこのカニさんの手でここフェイスラインを挟んでリンパ、耳の下のリンパに行って首のリンパに流していきます。これをだいたい5から10回ぐらい朝にやります。寝る前もね気が向いた時はやるようにしてますけど、やっぱりどっちかというとねメイクして朝出かける前に顔をちっちゃく見せたいじゃないですか。なので特に朝は入念にやります。次は頬のラインもやります。はい、でおでこと眉のライン、ここはね私いつもすごい凝ってるので気持ちいいです。鼻筋からおでこで、プラスエアイズはさっきもお話しした通り温感炭酸のムースなので、まあ、温感ということでね塗るとすごい顔の血行を良くしてくれる感じがするんですよ。でプラスこういうマッサージと組み合わせてあげることによってより顔のむくみが解消され、血行の巡りが良くなり、目の開きとかもね全然変わってきます。特に私は朝むくみが本当に気になって、だいたいね朝インスタライブとかして、あれまゆかちゃん今日なんか顔疲れてないって言われることがあるんですよ。そういう日って私もう 100% 顔がすごいむくんでる日なんですけど、やっぱりねこう第三者から見ても分かるぐらい私は顔のむくみ体質なので、この温感の炭酸ムースでこうマッサージするっていうのはすごく今日一日を調子のいい顔で過ごすために重要な工程です。でスキンケアの効果としても本当にしっかりと肌を保湿してくれて、そして血行が良くなることで顔色が良くなって、こう透明感とかね肌の血色っていうのもすごく良くなるので、もう総合的に見ても顔の調子を整えるという面ですごいなんか優れた商品だなっていう風に継続して使用して感じました。はい、それでは小顔マッサージやプラスエアイズを使ってこう血流を良くしたり透明感を出したりというご紹介は以上になるので、こう基礎のうちの基礎ができたということで、次はですね髪型による小顔見せテクニックをご紹介したいと思います。せっかくねこう元の顔面っていうのが調子が良くなっても、髪の毛がこう変にボリュームがあったり、ここの部分でね頭がボンって大きく見えちゃってるととってもとってももったいないので、せっかくこのプラスエアイズを使ってフェイスラインがシュッとした顔をさらに髪型によって小顔に見せていきたいなと思います。はい、メイクをして着替えてきたので、今から小顔見せヘアアレンジを紹介していきたいと思います。これはねもう結構簡単なのでパパパッと紹介していきたいと思います。用意するものはヘアアイロンです。だいたい180度ぐらいでやってるんですけど、今回はですねちょっと下を残したハーフアップにしていきたいので、この下を残すほんとこのぐらいですね、ちょっとで大丈夫です。ちょっとの部分を除いてぐちゃぐちゃでも大丈夫なので、とりあえずカールをつけていきます。でなんでここでねどうせ結んじゃうのにカールをつけるかっていうと、ハーフアップした後にこう引っ張り出したりしたりするじゃないですか、ちょっとルーズっぽく見せるために。そういう時とかも絶対的にこう下地として巻きを入れておいた方が綺麗に立体感が出たりとか、こう私みたいにね髪が短い方が髪をアップにする場合は巻いた方がね本当に綺麗にアップにできます。結構私でも巻かないとこうちょん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 毛がはみ出てきたりとか落ちてきちゃったりします。なので
とりあえず本当適当で大丈夫なので髪を巻いていきます。全然バラバラの方向でも大丈夫です。でですね、こんな感じで本当結構適当で大丈夫なんで髪の毛が巻けたら普通のヘアゴムを使ってハーフアップにしていきます。そこで大事なのが残す毛の割合です。このくらいかな。私はいつもだいたい細く2束3束巻きが作れるぐらいに残していきます。とここも残します、耳の横で。ここを残したらこう全部アップにしてもいいんですけど、私的にねここの首周りに毛が残ってる方が顔が小さく見えると思うんですよ。なので耳の後ろまではこうハーフアップにするんですけど、首の横の毛っていうのは残しておきます。位置的にはこれくらいですね。見えるかな、中間ぐらいです。高すぎず低すぎず、まっすぐ、なんていうんだろう、地面と平行に結び目を持ってくる感じで結んであげます。引っ張り出しの作業に入ります。さっきね巻いてあるのでかなりね引っ張り出してもいい感じにへちょげるっていうのかな、こうしなってなることなく引っ張り出せます。でここで引っ張り出す時にもなんですけど、こう自分がなりたい頭の形に合わせて引っ張り出していくといいと思います。私とかだったらここが結構絶壁なんですよ。それが気になるので気になるところにこうボリュームを出すように引っ張り出していくとすごいね、頭の形が綺麗に見えます。例えばこう見た時にここら辺結構へっこんでるじゃないですか。私はそういうのが気になるのでここに膨らみをプラスしてバランスを取っていきます。あとはこの遅れ毛たちを巻いていく作業になります。顔周りは外巻きにしていきます。でこれもこうあんまり上の方からカールをつけないように下の方を重点的にこの辺からですね巻きをつける感じで外巻きにします。でこっちも外巻きにします。でここの毛は波巻きにしたいのでここは外でちょっとこんな感じのカールを作ります。なんか私的にこう全部の巻きの向きが揃っちゃうと結構違和感があるなと思ってて、巻きの向きをこの部分部分でばらつかせることによって結構動きが出てね、そっちに目が行くのですごいね顔が小さく見える気がします。ほらこんな感じの波巻きで、ここの残った後ろ毛なんですけど、ここは首に沿うように私は外羽にしていきます。私的に内巻きより外羽の方がなんかシュッとしたライン、シュッとしたこの首とか顎のラインに見える気がして、小顔に見せたい時はだいたい外巻きにします。シャープな感じに見えますよね。ほんとでもね、下に残してる量っていうのがそもそも少ないので外巻きの作業っていうのはすごい一瞬で終わります。で最後に私は今前髪が短いので前髪をストレートアイロンで巻いていきます。これはいつもと一緒ですね基本。まあでも単純におでこは隠した方が顔はね小さくは見えると思います。前髪を作った方が最近私なのでもっぱら前髪を作ってます。はい、こんな感じで私流の小顔見せヘアアレンジは完成になります。やっぱりねこの顔周りの遅れ毛とあと耳横の巻き方を変えた遅れ毛っていうのがねすごいポイントになります。とあとはこうなりたい頭の形に合わせて髪の毛を引っ張り出してあげるっていうのもねすごくその顔全体の雰囲気とか頭の形って結構私人の印象を左右するなと思ってて、なのでこう頭の形が綺麗だとこう自然とね顔のバランスも整って見えるんじゃないかなと思うので、この引っ張り出し方っていうのは私すごいいつも時間をかけてこだわってます。はい、こんな感じで今回の動画のテーマ小顔に見える術すべての工程の紹介が以上になります。どうですか、いつもより小顔に見えますか。でスキンケアの段階でも言ったんですけど、朝はね私も含めなんですけど本当にむくみがひどいので
こうスキンケアしながらフェイスラインもスッキリさせられるっていうのは本当にありがたいなと思います。毎日のことだからこそこう工程がね多くなっちゃったりするとなかなかこう続かなかったりもするんですけど、このプラスエアイズはオールインワンタイプなので、こうついでにねマッサージするだけで大丈夫なので簡単に続けられるのが本当にいいですよね。で今回一番最初にフェイスラインの引き締めで使ったこのプラスエアイズなんですけど、先ほどもお伝えした通りなかなかねこう製造できる個数に限りっていうのがあって、なかなか売り切れで手に入らないっていう場合も多いみたいなので、プラスエアイズの LINE アットに登録してもらえるとこの販売日のお知らせだったりとか500円オフクーポンっていうのがもらえるみたいなので、概要欄に詳細と LINE アットの ID っていうのを貼っておくので、気になる方はぜひそちらからご覧ください。それでは今日の動画はここまでなんですけど、この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。